2018年、公安期、御言葉と祈りで信仰をさらに固めていく万民。10月29日特別ダニエル哲也祈祷会の時間、教職者会長イスジン牧師の導きでスペシャルプレイズがありました。魂への牧者の深い愛が感じられるアニメーションで始まったスペシャルプレイズ。나를다시살리신것이다교회는더굳건한반석위에올라설수있었다주님의희생万民が一つの声で賛美を捧げるとき、主のお苦しみと牧者の犠牲の愛が心に深く押し寄せてきました。今日のテーマは万民に向けられた父なる神様の御心と摂理は変わらず成し遂げられるで、これを賛美しようと準備しました。困難、時には暴風が吹いても父なる神様はそれによってより早く行けるようにされ、その摂理は確かに完全に成就されます。そのように大きな驚くべき働きを繰り広げられる父なる神様だけ栄光をお受けください。終わりの時、牧者の再創造の力で祝福の時間に圧倒的な勝利者となっていく万民。皆が一つになって力強い賛美で父なる神様に栄光を返しました。最初の賛美から父なる神様の恵みが望んで、御霊に感じながら賛美しました。神の力の働きを賛美するとき、感動で胸がいっぱいになりました。いつも最高ですが、今回は教会の祝福の時間の中でも私たちが聖霊に満たされていられるように導かれるイスジン先生の姿を見て素晴らしいなと思いました。父なる神様は私たち人の子らと比べられない知恵の初めです。人間工作を締めくくるこの時、どうして父が大いなる栄光を大きにならないでしょうか。私たちの期待と創造の創造より、私たちの祈りより、大きな驚くべき答えと祝福をくださる父なる神様、すべての栄光をお受けください。ハレルヤ。牧者を通して私たちにくださる父なる神様の大きい祝福、熱い賛美を捧げて喜びと希望があおれました。
万民への父なる神様の摂理、そして牧者の愛をさらに刻んだスペシャルプレイズ。牧者と永遠に共にいる新しいエルサレムまでさらに力強く走っていこうと、もう一度決断する時間になりました。我が魂の深き奥よりを賛美するとき、牧者がそばで歌ってくださるようで、涙がたくさん出ました。主を待つを賛美するときも、新しいエルサレムまで牧者について行こうと思って涙がたくさん出ました。牧者のことをもっと思い出しました。伊勢神先生がリードされるとき、画面に映る姿一つ一つに牧者のことをまた思い出しました。これ以上ここで止まっていないで、やったと思わないで、牧者が願っておられることまでして、必ず牧者についていこうと思いました。組から恵みを受けるために来ました。伊勢神先生、スペシャルプレイズ幸せでした。とても幸せでした。10月21日、ヨスマミ教会が創立29周年記念礼拝と朝六飲食礼拝を捧げました。この日、講師のイーソン牧師は勇士というメッセージを伝えました。2部ではゴチュンジュ長老が任職し、神の 国のためにさらに力を尽くそうと心に固めました。続く祝賀公演では、神の力チームとヨスマミ教会の生徒の多彩な公演で創立の喜びを分かち合いました。10月24日、カングマンミ教会が創立15周年記念礼拝を捧げました。講師イーソン牧師のメッセージを通して、参加した生徒は万民にくださった父なる神様の恵みを心に刻みました。続く祝賀行事で、創立を迎えるまで愛で導いてくださった父なる神様に感謝と栄光を返しました。10月28日、釜山万民教会が創立25周年記念礼拝を捧げました。イーソン牧師は全く聖なるものの流れについて伝えました。続く祝賀公演で、父なる神様に感謝の香りを捧げました。各司教会で聖霊の満たしを求める祈祷会が開かれ、いろいろな病気が癒され、熱く一つになりました。次は週刊短信です。
10月8日から11月18日まで万民祈祷院イボニム委員長の導きで2回連続特別ダニエル徹夜祈祷会が行われています。11月4日エジョン万民教会が創立27周年記念礼拝を捧げます。同日ミリアン万民教会が創立31周年記念礼拝を捧げます。11月6日ヘヨンデ万民教会が創立5周年記念礼拝を捧げます。11月8日アンソン万民教会が創立17周年記念礼拝を捧げます。万民の証、タイ。2013年女性選挙会会長スリシチの伝道でチェンライマーミン教会に行きました。その時同会長先生が信仰の計りで天国について説教しておられました。天国がパラダイス、一天層、二天層、三天層、新しいエルサレムに分かれていて、その中で新しいエルサレムが最も美しいところだと説明してくださって、それが一番感動的でした。それまで他の教会で信仰生活をしていましたが、新しいエルサレムがあるとは聞いたことがなかったからです。私は聖書に新しいエルサレムのことが書かれていることも知りませんでした。万民教会に来てまた感動したのは、 GCN の生放送でたくさんの生徒が毎日聖殿に集まって祈っていることでした。イボニン祈祷委員長の導きで幸せに賛美しながら熱く祈っている生徒たちの姿を見ながら、私はどうしてこんなにたくさんの生徒が毎日祈れるんだろうかと驚きました。これは神様の働きで、父なる神様が助けてくださるからできるんだと思いました。それでチェンライマーミン教会に登録しました。その後清潔の福音を聞いて私も変えられて、主人も変えられる祝福をいただきました。主人はお酒とタバコをたくさん飲んでいましたが、それによって私と娘は主人と一緒に座って食事をすることさえつらかったです。前は主人が毎日お酒をあんまりにも飲んで、タバコをあんまりにもたくさん吸うので匂いに耐えられなくて、娘と一緒に逃げたこともあります。そんな主人が私を追ってチェンライマーミン教会に登録して、同会長先生のメッセージをコツコツ聞きながら変えられ始めました。天国と地獄があることを信じて、手術を守りながら罪を一つずつ捨てていき始めました。約6ヶ月後、主人がバプテスマを受けましたが、不思議なことに、あんなに好きだったお酒とタバコをただ一度でやめたのです。万民教会に登録してから約6ヶ月経った時、私はオートバイで走っていて運転に慣れていなくて転倒して顔に怪我をする事故に遭いました。病院でレントゲン検査をしたら、右の顔面骨が陥没したと診断されました。お医者さんは必ず手術しなければならない、手術しないと元に戻らないと言ったのです。
저는 남편과 아다시와 시진도 요구 겐가 오시다 것도 딸에게 혈기를 무스메니 기도 오다 것도 오모이다시대 후이아라타메 마시다 그리고 이재원 선생가 고라레 때 목자님께서 목사가 이노테 그다사타 한가지대 기도를 해주셨습니다 이노테 그다사이마시다 기도받은 후 약 5분 후 가라다가 스토시대 痛みが 완전히 なくなったのです 神の 力が 込められた ハンカチの 祈りを 受けて 陥没していた 顔が 完全に 癒されました 그리고 약 それから 약 1년 후 大雨で 道が 滑りやすかったのですが 저는 그날 오토바이에 놓대이때 슬립して 도로가 너무 미끄러워서 転倒してしまいました 또다시 넘어지는 사고를 당했습니다. 넘어진 충격으로 저는 쇼격에 미기우대도 가타니 痛みが ありましたが 이번에는 병원에 가지 않고 병원에 行かないで 신고によって すぐ 교회에 行って 이재원 선생님께 한가치의 이노리를 受けました 손수건 기도를 받고 それで 腕と 肩の 痛みは なくなりましたが 오른쪽 팔 관절의 관절의 内側には まだ 痛みが 残っていて 온전한 치료가 完全には 癒されなかったのです 저는 온전한 주의를 완전히 守ることと 10분의 1 献金を もう一度 チェックしてみて 교회에 충실히 使えると 言いながら 喜びと 感謝で しなかったことを 悔い改めました 그리고 이후 その後 道会長 先生が もう一度 ハンカチに 祈ってくださる という 知らせを 聞いて 저는 祈りと 断食で 備えました 준비를 하였습니다 끝납니다 아버지 감사합니다 그리고 드디어 そしてついに 神の 力が 込められた ハンカチをいただいて それまで 癒されなかった 右腕の 関節に 道会長 先生が 映像で 癒しの 祈りを してくださる時に ハンカチを出て 祈りを受けて 痛みが 完全に なくなる 体験をしました 이제는 팔을 자유자재로 今は 腕を 自由に 動かせて 日常生活に 何の 不自由も なく 過ごしています 先生ありがとうございました愛していますハレルヤハレルヤ マレーシア6月18日の夜、横になったら左胸に痛みが感じられました。触ったら胸に硬いしこりがありました。すぐ牧者の録音された癒しの祈りを受けて、痛いところに神の力が込められたハンカチを当てて次しいを振り返って悔い改めの祈りをしました子供を抱っこすると痛みがひどくてできませんでした職場でも他の人に助けられてやっと仕事をしていました5日経った6月24日病院に行って超音波検査をしたら農薬があるというのです病院では薬を処方してくれて手術をしなければと言いました후유증도깨끗게하시고부러진뼈도붙여주옵소서화상입은것도온전케통증을느낀후痛みを感じた後毎日3回牧者の録音された癒しの祈りを受けて
自分を顧みながら父なる神様の御心を探し求めました。ちょうど6月末ごろ韓国を訪問する機会があって、信仰で癒されたいと思いました。6月30日韓国に行って、いろいろな祈祷会に参加しました。ダニエル徹夜祈祷会、深夜祈祷会、昼の祈祷会などに参加しながら、自分を発見して悔い改めました。祈祷会で聖霊の火を受けて、体は熱くなって痛いところはチクチクしました。父なる神様が私を癒しておられるのを感じて、心が安らかになりました。その後しこりは相変わらずありましたが、日ごとに小さくなりました。マレーシアに帰ってきた次の日、しこりが完全になくなりました。確認のために病院に行って検査を受けたら、お医者さんはしこりがなくなったと言いました。超音波検査の結果、農薬は見つかりませんでした。私はとっても嬉しくて、癒してくださった父なる神様に本当に感謝しました。たとえ父なる神様に喜ばれる子供になっていなくても、神様は愛を持って私を癒してくださいました。神様はこれを通して牧者が行う神の力ある技を体験して、信仰が成長する機会をくださったんだと思います。父なる神様、主に感謝し、私たちのために講義を満たしてくださった牧者に感謝します。さらに使命を忠実に果たして、父なる神様、主、牧者の恵みに報わせていただきます。牧者、愛しています。ペルー。2015年8月、私は左胸の急性乳がんと診断されました。最初がんにかかったことを知ったとき、家族みんなが苦しむだろうと思うと心が痛みました。2015年から2016年まで胸の手術と一緒に化学治療を受けました。そんな中、万民教会に通っているいとこが私を何度か伝道して、彼女の導きで万民教会に出席するようになりました。化学治療が終わる頃、体はほぼ回復して、教会に歩いていくのに十分な体力もつきました。教会には通っていたのですが、手術は1回の礼拝だけ参加しました。その時は手術の礼拝に全部参加することがそんなに大切なことなのか悟れなかったのです。そのうち2017年7月、家庭にたくさん問題が起きて、がんが再発しました。今回は脳だったのです。脳にできたがんのため、放射の治療を受けなければならなかったので、一時教会に行けなくなりました。
2017年11月、また教会に来るようになりましたが、その時初めて御言葉に聞き従うことは、主日大礼拝と夕方礼拝を完全に捧げることだと悟りました。今年3月、特別ダニエル哲也祈祷会に参加しました。その時、担任のキマニュエル宣教師が、神の力が込められたハンカチで祈ってくださいました。それから私はダニエル祈祷会にずっと参加して手術を完全に守り 10分の1献金もきちんと捧げました。それだけでなく家では愛する同会女性の説教を聞いて毎日聖書も読みました。2018年5月、もう一度検査を受けました。脳と全身の結果を教えてくれて、お医者さんはとても驚きました。脳に何もないと言ったのです。すべてがきれいだと、脳も他の器官も全身がきれいでした。私は完全に健康で、体のどこにもがんの痕跡さえなかったのです。私の中で大いなる御業を行われ、癒してくださった愛する神様に感謝します。私は毎朝起きると神様に感謝を捧げます。このようにまた一日を加えて家族と一緒にいられるようにしてくださって感謝します。牧者、私たちを愛してくださり、たくさん祈ってくださって感謝します。愛しています。ありがとうございます。ラトビア、生まれてから9ヶ月間は音が聞けました。でもその後からは全然聞けなくて、病院では私の両親が聾話なので、私も遺伝で聾話になったと言われました。両親が教会に通っていたので、私は天国と地獄があるのは知っていましたが、教会には通いませんでした。高校を卒業した後、先輩から同会所先生を通して現れた神の力ある働きを聞きましたが、本当に感嘆するしかありませんでした。伝え聞いたメッセージはとても恵み深く、私の心を熱くしました。特に同会所先生の祈りで聾話者が癒される様子は驚きでした。他の教会では聞いたことも見たこともないことでした。私も慕って2017年万民夏のキャンプに参加しましたが、口が開くほど驚きました。人の体にいた悪霊が出ていく様子、たくさんの聾話者の耳が開かれて証しをする様子、癒されたたくさんの人が証しをしに講壇で待っている様子など、驚きの連続でした。私も同会所先生の祈りを受ける前から耳でブクブクと音がしました。前は大きい声で言われてもよく聞こえなかったのですが、同会所先生の祈りを受けてから今は普通の声でも聞こえるようになりました。今は大きい声で話せば声がよく伝わります。祈りを受けた後からどんどん聞こえるのを体験しています。私には顔面麻痺もありました。最初は8歳の時でした。おいにいたずらをしたら、おいが怒って拳で私の顔を殴って、私はそのまま転びました。
次の日、私の顔を見た母がびっくりして、すぐ私を大きい病院に連れて行って、3ヶ月間入院したのです。鏡を見ると、右側の顔と口が歪んでいました。MRI を取って確認した結果、顔の中の神経が切れて麻痺したのです。私は症状が出るたびに薬をもらって飲んで、顔のマッサージ治療も長い間受けなければなりませんでした。2018年4月、マレーシアのペナンマミロワ教会を訪問中にいきなり顔面麻痺が起きました。長い時間つけておいたエアコンの風のせいでまた麻痺してしまったのです。寝るとき麻痺していない左目は閉じられますが、麻痺した右目が閉じられなくて困っていました。手で目を閉じさせなければならないくらいでした。右側の口が麻痺していたので水を飲むと口から漏れました。私は信仰によって癒されるために麻痺した顔にハンカチを当てて祈って、ダニエル祈祷会の時も慕う心でもっと熱く祈りました。そしてジジョグン先生にハンカチの祈りを受けたのですが、次の日から症状がだんだんなくなっていくのが確かに感じられました。今は顔が正常に戻ってよく笑えるし、生徒さんたちと交わる時も全然問題がありません。癒してくださった父なる神様、主牧者に感謝します。牧者を通して見せてくださった神の力の働きは誠です。働き人として使命を果たしながら毎日が楽しいです。自分で体験した神の力を忘れないで走っていく万民の生徒になります。愛しています。愛する生徒の皆さん、皆さん一人一人が神の力の実です。皆さんが神の力を見て聞いて体験することで救われて変えられて、今は新しいエルサレムを激しく攻めています。また一緒に父なる神様の設立を実現して父の栄光を表しています。今までも数えきれない実を結んできましたが、これから結ばれる実はもっと大きな驚くべき実です。皆さんすべてが神の力の実として神様の栄光を思う存分表しますよう、主の御名によって祝福して祈ります。牧者の限りない愛で神の力の実となった全世界の万民、真心と全く信仰を持って新しいエルサレムまで力強く走っていきます。全世界の万民と共におれる父なる神様に全ての栄光を。